こんにちは、みえこです。今日は三角形の布をたくさん塗ったキルトが完成したので作り方ご紹介します。この作品は全部ミシンで仕上げた作品です。それではスタートです。まずは赤い糸でこのようなステッチを選んで全部縫いましたよ。斜めに縫ってるので右から左に流れる方向を全部まずは縫いました。縫い代のそばは縫うとシワが多くなりそうだったのでやめました。で、縫ってる途中にシワこれ来そうだなと思ったら針を止めて縫い代のところに布を押し込みます。交差するところの糸が綺麗じゃなかったのでここほどいて反対側は白い糸で縫っています。ステッチの模様は同じですよ。それでですね、一回縫ってあるので針は全部取ってありますが、キルト綿が薄いので十分に縫えるのでそのまま縫います。そしてステッチが左右に広がるような模様を選ぶと前に布を押してくる量が少ないので手縫いとは少し違いますが、すっと柔らかめの作品ができますよ。そして全部縫ったらこのようにキルト綿をトップより1センチぐらい大きくカットします。これは裏布を折って縫う時にその縫う方法も飾り縫いにしたかったのでそれでちょっと厚みをつけました。これ1メートル ×110 センチの布、これぐらい余ってますよ。小さい作品できそうですね。それでこれ布の端を折ってキルト綿も折ってますよ。で、角はこのようにカットして針で留めてプレスします。そしてその後またミシンの飾り縫いをしています。もうとことんミシンで仕上げましたからね。もちろん手で縫っても綺麗な作品ができますよ。はい、だってこれ赤い方を優先してみるとこのようにできます。そして見る方向を変えて白い方向から見ると白い糸がキラキラして見る方向でちょっと違った印象になるので
面白いですよ。裏はこんな模様で赤しか目立ちませんね。そしてこの布の端ですが、このように手縫いで縫ってもいいんですが、ミシンだと簡単にすぐできますよ。はい、終了です。今日の動画はちょっと短いですが、最後に少しだけ次回の作品の材料をご紹介します。裏布と残ったキルト綿とこれですよ。この可愛い赤い丸いものがついた、これ使いますね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またねー。